さんこんにちは。開運体質養成コーチの島秀明です。今回の動画では開運の流れに乗って最高の人生を生きるの第3弾をお送りさせていただきます。このシリーズもですね、もう開運を増すごとにですね、深い話に入っていってますけれど、今回はさらに深掘りしてですね、開運が好きな方、スピリチュアルが大好きな方が開運の流れに乗れない理由をですねお伝えしまして、そのあたりを超えてですね、皆さんと一緒に開運の流れにバン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 乗っていきたいと思っておりますので、ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。この動画に巡り会えたあなた、本当についてます。ということで早速始めてまいります。はい、ということで今日はですね、開運の流れに乗って最高の人生を生きるの第3弾をお送りしますけれど、前回までの流れでですね、我々の自我さんが常にハンドルを握っていて、そしてこうならないと自分は幸せになれないんだっていう確信のもとにね、ハンドルを握っていることが、うまくいかない理由なんだっていうのはなんとなく分かっていただけたんじゃないかなと思うんですけれど、我々はですね、この自分でハンドルを握って、問題解決する、あるいは願望実現するっていうね、そのスタンス自体が、実は物事をうまくいかなくしているんだっていうあたりね、分かっていただきたいなと思うんですね。さらに今日はですね、いわゆる自己実現というものに関して皆さんが持っている誤った幻想をね、ちょっとお伝えしていきたいなと思ってるんですよ。それはね、一般にはスピリチュアルエゴと言われているものなんですけれど、まあ日本ではあんまりね、馴染みのない言葉かもしれないですけれど、欧米の方では結構使われますよね、スピリチュアルエゴっていう言葉は。でこれどういう意味かと言いますと、外的に言いますとですね、例えばスピリチュアルを学びますと、で学ぶと、この世界をスピリチュアルなものとそうでないものっていう分けてしまうっていうね、現象が起こってくるんですよね。でそれによって、私はスピリチュアルだけど家族はスピリチュアルじゃない、私はスピリチュアルだけど会社の人はそうでもないみたいな差別意識が無意識の間に、育っていって、そこで軋轢を生じてきたり、する現象のことをスピリチュアルエゴって言ったりするんですが、これは外的な問題なんですけれど、それよりより根本的な、問題を実はこのスピリチュアルエゴっていうのは秘めてるんですよ。つまりこれもエゴがハンドルを握るっていう話と、つながるんですけれど、つまりスピリチュアルを学んでね、正しい人間というのはこういう生き方をするべきだと、例えば愛にあふれていて徳が高くてとかね、煩悩が少なくてとか、いろいろそういうのを、本とか講演なんかを聞いてですね、仕入れてくるわけですよね。でそれによって問題なのは、自分は、愛があふれる存在になれれば OK、 幸せになれるけれども、そうでないと私はダメなんだというふうな観念が育っていくっていうことなんですよね。そしてその観念、まあ自我さんのね、観念によって自分自身を裁くようになるっていうのが一番の問題なんです。つまりまた自我さんにハンドルを握らせてですね、正しい人間とは愛にあふれる人間なんだと、だから私は愛にあふれる人間になったら幸せになれるんだ、あるいはそうでない今はダメなんだということで、一生懸命ハンドルがそっちの、自我さんがね、ハンドルを握ってそちらの方に行こうとするわけです。あるいは徳を積まないと私は NG なんだと、あるいは煩悩が多いままだとダメなんだということで、常に、自我さんが、自分が正しいと信じている人間像に向かってですね、一生懸命ハンドルを握るわけです。でもちろんですね、より純粋に生きたいとか、より、人間性を高めたいという意識っていうのは悪いことではないとは思いますけれど、それは
反面ですね、常に自己否定を伴ってるんだと。つまりそうでない自分は NG なんでね。でこれを開運の面で考えてみるとね、私は愛にあふれた人格になれば幸せになれるけど、あるいは、徳を積めば幸せになれるけど今のままではダメなんだという、観念が常につきまとうということですよね。ですから自我さんが一生懸命ハンドルを握ってですね、常に愛ある方、徳が、高い方で自分自身をこう持っていこうとするわけですけれど、当然ですね、自我さん自体が、そもそも宇宙からは分かれた子ですから、つまり自分を守ることで精一杯なわけですよ。つまり自分が一番大切な存在である自我さんがですね、愛を出そうって言っても無理なんですこれあるいはやっぱり自分、我可愛い自我さんがですね、人のために尽くして徳を積もうっていうのはなかなか無理があるわけですよ。ですからこれは言ってみるならば、自我さんが2つに分かれてね、で一方は愛のある方向を目指している、でもできない自分っていうのがいて、そこで思いっきりこう綱引きを常に始めるわけですよね。でこの綱引きをやってる間ずっと苦しいのはもちろんなんですけれど、自我さんは、こういう自分にならないと幸せになれないと信じてますから、それの通りにですね、皆さんが流れに乗れない、つまり運気が全然良くならないという現象につながっていくわけですよ。ところが前回ちょっとお話ししましたけれどね、宇宙っていうのは常に豊かさであるとかね、開運の流れっていうのを僕らに、ずっとこう流し続けてくれているわけです。ところが、私はこうならないと OK にならないんだって信じてそればっかりを見てますんで、ここから来ているその開運の流れには一切気づけないわけです。だから流れに乗れないんです、だから今の自分ダメよっていうことだから、これじゃあ幸せになれないって信じてるわけですからね。ですからこれがより根本的にですね、まあこういう精神的なことを学ぶ人の、まあ、一つの罠としてですね、結構、欧米の方では認知されているスピリチュアルエゴということなんですよね。これ皆さん思い当たることないですかね。あったとしたならば、これは全部手放してしまってね、今のままの自分っていうものを、受け入れていく、あるいは今のままの自分で乗れる流れっていうのに気づいていくというのが重要なわけです。で何度も言いますけれど、自我さんがどんなに努力しても愛にはなれないんです。自我さんがどんなに努力しても徳の高い自分にはなれないんです。そうではなくてね、自我さんを手放して、ハンドルを手放してですね、本来の自分ってもうそもそも愛なんです、そもそも徳なんですよね、そのものなんです。それは自我さんが成長してなるのではなくて、自我さんがいなくなった時に出てくる状態なんですよ。そのあたりはですね、より深い話になりますんで、まあよくメンバーシップとかではこういう話をしてるんですけれど、まあ興味のある方はね、そういう話を聞いていただいてもいいかと思うんですが、今その、とりあえず開運という話においてはね、まあそういうもんだなぐらいに思っておいてください。とにかく今乗れる波っていうものをちゃんと発見して、そこにこう流れに乗っていくっていうことをしないで、自分がこうなったら幸せになれるんだっていうのはとりあえず今の段階で外していかないと、どん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 ですね、自分の運気っていうのは悪くなってしまいますし、当然運気の流れには乗れないっていうことになってしまうので、皆さんがそういう、思い込みをもし持っているとしたならば、すぐに、外していただいて、そして、今の流れに乗っていただくということを
していただきたいなと思ってるんですよね。で、じゃあどうやってそれを外していくのっていう話になります。あるいは今までの流れの中でね、これは今日お話したスピリチュアルエゴの話は、自分の内面のいわゆる葛藤であるとか、自分の内面のことも自我さんが、自分の思い通りにしようとしてハンドルを握っているっていう話ですよね。で、前回までの流れは自分の目の前に起こること全部自分の、こうなれば OK っていう方向に進まないと自我さんはダメなんだと信じていると。じゃあそれを変えない限り、皆さんってこの流れに乗っていけないじゃないですか。じゃあそれどうすればいいのっていうあたりはですね、次回、それを解消する言霊とともにですね、皆さんにお伝えします。そしてそれは、次回の内容はですね、皆さんにとって一生の宝になりますんで、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、今日の動画がちょっとでも良かった、あるいは参考になりましたっていう方はですね、いいねボタンをグググググと押していただいて、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。ということで、大島秀明でした。また次回お会いしましょう。